ポーツグラフィックナンバーポッドキャストスポーツをもうちょっと深く知るナンバープレミア担当ディレクターの和久井健作がお送りをしていきます。今回ポッドキャストは発売中のナンバー1102号、夏の甲子園上昇軍団の作り方について担当デスクの田村くんと話をしていきます。今回ですね、表紙が、2018年の甲子園100回大会ですよねの決勝後、金足農業の吉田輝星投手と大阪桐蔭の根尾昴選手が抱き合ってるシーンで、大阪桐蔭の記事がやはりその上昇軍団の作り方ということで3本あります。で、西谷監督の記事で、根尾選手と藤原選手、今プロで頑張ってる2人に、インタビューをして、あの最強世代がどういうふうに出来上がってきたのか、何を考えていたのかを探る記事、そしてもう1本が結構びっくりするんですけれど、わざわざアメリカまで行って藤波慎太郎投手の取材をした記事があります。これ米国直撃、風が吹いた時こそというタイトルであの記事が出てますけれども、これはどういう企画だったんですか？そうです、もともと今藤波投手が置かれている状況、はい、まあ、メッツで、はい、まあ、メジャー契約で開幕してましたけれども、故障者リスト入りしてマイナーで調整続けて、はい、まあ、この、取材の後に42枠外れてまたマイナーに残って頑張るというようなことになりましたけれども、まあ、今藤波投手はどんな表情で野球と向き合っているのかというのを知りたいというのが、まあ、大きなテーマですね、うん、高校野球の特集ではあるんですけれども、まあ、それにかこつけてといっては失礼かもしれませんが、藤波投手の今をしっかり伝えたいというのが一つの動機であって、うん、まあ、ただ藤波投手をタイガース時代にインタビューさせていただいたりしても、やっぱり高校で教わったことをすごく大事にされているなという印象を受けて、うん、お話の端々に高校時代にこんな場面があってみたいなこともよくお話しされていたので、うん、きっと今マイナーで頑張る上で大阪桐蔭で学んだことというのがすごく土台になっているんだろうなというのは、まあ、推測できたところではあるので、うん、実際ご本人はどういう思いで今アメリカで頑張っていて、うん、で、まあ、高校3年生の時は春夏連覇して最強軍団のエースでいたわけですから、まあ、あの頃の自分をどう振り返るのかなというのを気になっていたので、まあ、それを鈴木忠平さんに、まあ、鈴木さんご自身はタイガース の番記者もされていて、藤波投手もルーキー時代から取材されていたので、もともと知っている関係であるということもあって、まあ、今の藤波投手と向き合っていただく上では鈴木さんがそうですね、適任なんじゃないかなと思ってお願いをしたという経緯ですね、うん、で鈴木さんと弊社の写真部の杉山拓也さんがそのニューヨークのマンハッタンから車で4時間ほどかかるカナダとの国境近くの町シラキュースというところまで行って藤波選手の取材をしていて、その今田村君が言った表情という意味ではいい表情の写真がかなり触れてますよね。そうですね、やっぱり純粋に野球と向き合えているんだろうなというのも、まあ、いろんなきっとね、日本にいたら、まあ、それこそ春夏連覇してドラフト1位でタイガースに入って、うん、まあ、いろんなものを背負ってきた人生だと思いますから、うん、まあ、今は一旦そういうところから解放されているのかもしれないなというのが、まあ、写真からは伺える伝わってきますよね、なんかやっぱり今の藤波選手の顔を見てみたい、表情を知りたいっていうのは確かにすごいスポーツファン、野球ファンのなんか思いとしてはすごい強いなという気がするので、それにはすごいしっかりと答えているなという感じもしました。で、鈴木さんの文章はいつもながら流れるようにスイスイと読める7ページの記事ですけど、一瞬で読み終わっちゃう素晴らしい文章になってます。で、個人的に僕は藤波選手取材したことないので、まあ、初めて知ってこんなことがあったのかって驚いたのが、大阪桐蔭時代高校時代のエピソードの中でちょっとこんなところがあります。2年生冬のことだった。その日いつものように練習をしているとグラウンドに放送が響いた。藤波ちょっと来てくれ、一塁側に小屋がある。西谷はそこから練習を見ていることがあり、そんな時は放送によってグラウンド全体に指示を出していったという文章から始まるエピソードがあるんですけど、そこで西谷監督に呼び出された藤波選手に告げられたことっていうのはやっぱ結構強烈なことだなと。それは西谷監督が藤波選手に思っていたことよりも、お前こんなこと言われたぞ、まあ、要するに大事なところで勝てない投手藤波といつまでに西谷は心中するんだみたいなことを監督として言われたっていうことを伝える場面なんですけど、これは結構高校生としては衝撃的なことだし、やっぱなんていうのかな、悔しかっただろうなと思いますし、ただそれをこういう形で
藤波選手、当時 高校生の藤波選手に伝えてる西谷監督もいろいろ考えあって伝えてるんだろうなという、いろんなことがなんかこの文章の行間からにじんで考えさせられるなという気がしたんですけど、うん、そうですね、うん、まあ、普通だったら、ね、監督なんでそんなこと言うんですかって反発に入ってもおかしくないと思うんですけど、うん、藤波選手の場合はやっぱり西谷監督も悔しそうにしていた、それを見て、まあ、藤波投手は明言してないですけれど西谷監督の熱さをしっかり受け止めて、そうですね、まあ、そういう藤波投手のなんていうんですかね、共感力といいますか感受性みたいな、すごいセンシティブな部分っていうのは、うん、まあ、結構以前から私自身も感じていたところがあって、うん、タイガース時代にインタビューさせていただいた時も本当に、まあ、ご自身が投げたボール配球とかすごくよく覚えてらっしゃって、一球一球丁寧に説明してくれますし、うん、まあ、あと2年ぐらい前ですかね、それこそ鈴木忠平さんの嫌われた監督の感想をインタビューをしてくれるという企画がありまして、はいはい、うん、まあ、まさか現役のプロ野球選手が、まあ、当時タイガースでしたけど、はい、受けてくれると思ってなくてびっくりしたんですけど、うん、まあ、まず読んでることがすごいなと思いますし、そういうプロ野球のノンフィクションをですね、でそこで藤浪投手がおっしゃってたのが、その 文章の中に出てくる山本昌さんの話し方がそっくりだとか、うん、福留孝介さんがその手の豆を気にしながら新幹線の窓の外を眺める光景、本当によくわかるってことをおっしゃってて、まあ、鈴木さんは当然記者なので、ね、まあ、ある程度そういう取材をして文章で再現するっていうのはわかるんですけど、はい、藤浪投手がやっぱりそこまで共感しながら読めるっていうのは、やっぱり藤浪投手もそれだけ周りの人のことをよく見てるんだなと思って、 そこにすごく驚いたのが、まあ、2年ぐらい前の話なんですけど、うん、まあ、そういうところからしてやっぱり藤浪投手はこういう言葉を西谷監督からかけられると、こう一緒に奮起してくれるタイプの人なんだなというのが分かって、うん、なかなかここは興味深いやり取りだなと思いました、ね、多分西谷監督もそれまでのやり取りだったりとか観察の中から、藤浪選手だったらその自分の真意みたいなものを分かってくれるっていうふうに判断したからこそ、これ伝えて奮起を促したっていうことなんでしょうね。まあ、結果的にそれで勝てる投手になっていったわけですから、いや結構でもこれすごいなと思いました。指導者というかその誰か教える立場の時にこれを言えるっていうのは結構すごいなと思いましたね。だから逆にこのエピソードからは藤浪選手 その、ね、今田村君が言った共感力みたいなものと西谷監督 その選手の観察力みたいなものが両方を感じる、すごいエピソードだなと思いましたね。で記事の中には他にも高校3年生春の甲子園での具体的なエピソードだったりだとか、まあ、いろいろと書かれていて、それどれも興味深いんですけれども、今の藤浪選手の現状についてもいろいろと鈴木さんが聞いてくれて書いています。 でも一言すごい僕これ読んでなんかほっとしたって言ったらちょっとおかしいですけれども、この言葉を記事で読めてよかったなと思うのが、まあこの現状でも藤浪選手がこっちに来てよかったですっていうふうに、アメリカに来てよかったって言ってるところですね。なんかそこに対して飛び込むまでに勇気がありましたけど、怖いの飛び込むあれです、まあ、こっちに来てよかったですってこの一言が読めたことによってなんか安心するというか、なんかほっとしたんですけどね。そうですね、まあ、これからどういうキャリアになるのか分かりませんけれども、まあ、まだまだ全然頑張れるんだなというのが伝わってきますし、うん、まあ、本当に写真見てもいい表情されているので、うんうん、どういう道に進んでも成功してくれるんじゃないかなという期待感が持てるお話でしたね。そうですよ ね、くしくも今3人ともアメリカにいますけど、藤浪選手のそのセリフの一番最後の方、大谷が160キロを出したことや、また松井が奪三振記録を作ったことが話題になっていたんですけど、高校時代のことを振り返って、でもその時も僕が勝つんだと心の中で思っていましたって言って、勝つっていうことに対して、まあ、高校時代からね、大谷翔平松井裕樹っていうすごいタレントが同世代にいる中で、でもあの年勝ったのはやっぱり藤浪晋太郎と大阪桐蔭だったっていうのはもうずっと残り続けるし、そのなんか心の奥底にある気持ちっていうのはアメリカに行っても支えになっているんだろうなという感じはしましたね、うん、それこそ泥臭くねバリ強くというところ、うん、まあ、こういう高校生高校3年間過ごしたら、まあ、アメリカで多少つまずいたり苦労してもやっていけるんだなという、本当にこれは高校時代の過ごし方が今に生きてるんだろうなといういい例ですよね。なんかそんな風になんて、まあ、もちろん藤浪選手の凄さだったり
鈴木さんの記事の書き方みたいなこともあるとは思うんですけど、これは本当に生きてるなって思いましたね、うん、なんかここまでその結果論でプロになったから高校時代の教えが生きたって言えるみたいなの話もあると思うんですけど、この記事を見ると藤波選手の場合は本当に高校時代の教えが今だからこそさらに生きてることがなんか際立っているなという感じもしましたね、うん、まあ、それがやっぱり取り組み方に表れているんだろうなというのも思いますよね。一人だけやっぱり遠投してるアップの時に、まあ、高校時代のアップの仕方をやっている鈴木さん、そこを結構一番まず驚いたとおっしゃってましたけれども、あ、今でもそのアップの時間に遠投してるってくれてるんですよね。やっぱりあの野球への取り組み方そのものが、まあ、そもそも周りのマイナーリーグの選手たちと違うと、うん、いや大阪桐蔭高校野球のファンはもちろんその阪神時代からの藤浪選手のファンにもぜひちょっと読んでいただきたい7ページの対策記事になってますんで、写真とともにぜひご覧になってみてください。大阪桐蔭はね、本当に記事3本立てでなぜ強いのかっていうのを徹底的に炙り出してますけど、まあ、その立浪和義さん、今中日ドラゴンの指揮官があの PL 学園時代を振り返っている記事と比較するとというか読み比べながら考えていくと、やっぱ強いチームって何が共通するのかなっていうのが、その PL 学園と大阪桐蔭っていう2チームを比べるだけでも共通点だったりちょっと違う点だったり時代の違いみたいなこともありますし、でもそういうのがちょっと浮かび上がってくるいい対比になっているなと思いましたので、ぜひ特集全体を味わって読んでいただければなと。今回はナンバー1102号夏の甲子園上昇軍団の作り方について田村君とお送りをしてきました。ありがとうございました。ありがとうございました。